アレクサンドル・アレクサンドロビチアリャビエフは、ロシアの作曲家。1812年のナポレオン侵攻による祖国防衛戦争に参戦し、1823年まで、将校であった。退役後は、ボードビルやオペラ、合唱曲、バレエ音楽などの舞台作品で活躍した。1828年に、トランプ賭博の末に殺人を犯したとの権威により、シベリアに流刑されるが、 これは、アリャビエフがリベラリストだったために仕組まれた、冤罪だったとする説もある。その後カフカス地方やウラル山脈南部に移された後、許されてモスクワに戻って、予生を送った。シベリア送りに処されてからも作曲活動を続けていた。今日では、もっぱら気楽曲、とりわけ室内楽の作曲家として解雇されるに、杉内が宣伝された旋律と安定した。 作曲技法により、シューベルトやシューマンを幾くばっか連想させる作風を示し、民族情緒はさほど濃厚ではない。一方、各曲においては、グリンカによって変奏曲の主題に選ばれ、リストによってピアノ曲に編曲された、夜泣きウグイスの例があるように、苦渋に満ちた悲痛な情感において、民族音楽の影響が滲み出ている。夜泣きウグイスは、 アントンデル・ビク作詞、氏、読書とピアノ伴奏によるロマンスで、1825から1826年頃に作曲され、1827年1月7年に、ボリショイ劇場で初演された。1843年に出版された。非常に有名になったために一般には、民謡と思われている。ロシア以外では、ドイツのヘンリエッテ・ゾンタークが、セビリアの理髪誌の中で、 ロジーナが歌の稽古をするシーンでこの曲を使用して大喝采を浴びた。現在一般に知られる版にはカデンツァが付いているが、これはアリアービエフの原曲にはなく、ゾンターク他の歌手が歌うために付け加えられたものである。ミハイル・グリンカは1833年にこの曲に基づく変奏曲を書いた。フランツ・リストも本作品に基づくピアノ曲を1842年に サンクトペテルブルクで出版したアンリビュータンは本曲の主題に基づくバイオリン独奏曲を書いた。ありがとうございます。